こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、テキスト参考書で勉強するな、テキスト参考書の効率的な使い方について解説させていただきます。で、このテキスト参考書で勉強するなっていうのは、全くテキスト参考書を使わないという意味ではございません。テキストとか参考書を中心に勉強するのはやめた方がいいですよ、っていった内容なんですね。で、これなぜかというと、テキスト中心の勉強をするとですね、ポイントが分かったとしても、それ使えないんですよ。大体、ポイントっていうのは太文字で書いてある内容なんですね。テキストとかで太文字になっていたり、赤文字になっていたりする内容なんですけれども、それがポイントだって分かったとしても、実際問題になると、そのポイントを使えないんですよ。これはやってみたら分かると思います。つまり、今勉強した内容にもかかわらず、問題を解こうと思うと解けないっていう話なんですね。で、初めそれをやっている分には全然いいんですけども、それをずっと繰り返していくと、ずっと非効率な勉強をし続けるっていうことになりますので、早い段階でそのやり方をやめて、過去問中心の勉強にしていく。テキスト中心ではなくて、過去問中心の勉強にしていくってことに切り替えていった方が効率的です。じゃあ、テキストってどんな役割があるの？テキストってじゃあどうやって使っていくの？っていう話をさせていただきます。テキストっていうのは非常に整理されているんですよね。ある部分に、ある分野があった時に、その分野についてまとめて解説されているんですよ。例えばなんですけども、まあ、これ市販のテキストなんですね。まあ、お持ちのもの何でも構いません。で、まあ、パッとね、適当に開けていただいて、じゃあ、パッと開けたところがこの辺ですね。詐欺だったので、ちょっとこれ見てみましょうか。で、この詐欺の部分で言うと、一番最初に詐欺による意思表示の取り消しの部分が書いてありますね。で、これカッコ1なので2があるのかな ?2 はこうですね、第三者の詐欺って書いてありますね。第三者の詐欺があります。で、まとめが書いてあって、ちょろっと問題があって終わりですね。つまり1で詐欺による意思表示の取り消しの内容があって、まあ、その中に詳しくですね、取り消し前の第三者があって、取り消し後の第三者は乗ってないか。乗ってないですね。取り消し後の第三者も本当は載せた方がいいんですけど、まあ乗ってないと。まあ乗ってなくてもまあ、とりあえずはいいでしょう。まあこういったものはね、専門的な弁護士さんとか司法書士さんのサイトとかには載ってますので、そういったところで調べながらやっていったらいいんで、とりあえずは、テキストに載っているのは、取り消し前の第三者の話と、第三者から詐欺を受けた場合の話ですよね。まあこれについては、対比して一緒に頭に入れることができるわけです。一応整理はされているということですよね。なので、このように整理されているのがテキストなので、問題を解いていって、で、ある問題がありました。例えば、通常の詐欺に関する内容でした。取り消し前の第三者に関する、詐欺の問題でした。そしたらそれは解説見て、あ、こういうルールなのかということで、それで勉強できますよね。で、まあそれしか載っていなかったとしても、これテキスト見ていただくと、第三者から詐欺を受けた場合の内容も書いてあったわけですよね。だから、テキストを見て、プラスアルファで別途ポイントを覚えていくということをしていくんですね。で、また別のところの分野、例えば心理留保っていう部分の分野の問題をやりました。テキストを見ると、また別のところのポイントも載ってますよとか、またこっち別の、もう一個ポイントありますよ、みたいな感じで、ポイントを広げていくんですよ。そうすると、知識が増えていくし、さらに、ここ関連してるわけですよね。同じ詐欺に関する内容、取り消し前の第三者と、第三者から詐欺を受けた場合の話。さらにもっと自分で調べると、取り消し後の第三者の話も、さらにプラスアルファで出てくるわけです。これはね、テキスト載ってなかったけれども、勉強進めていくと、そういったことを調べていくので、出てくると思います。このように、どんどん知識を広げていって、関連付けていく。これがテキストの役割なんですね。整理をしていく。知識を広げる。これがテキストの役割になってきます。だから、基本は、これ見ていただいて分かる通り、問題がやはり中心にあるんですよ。だから問題を解いて、で、その問題に派生する内容も一緒に頭に入れていくっていうことをやっていくと、非常に効率的に勉強ができます。問題があって、問題どういったところが出題されるのか、また、どういった出題のされ方をするのかを勉強し、そこからそれに対するルール、
こういった問題文の状況であれば、こういったルールが適用されるよ、使えるんだよってことを学んだ上で、じゃあ別の場合ってどうなんだろうっていうのがテキストとかに載っていたら、それも一緒に頭に入れていくってことをやると、関連付けをしながら勉強することが可能ですよね。だからそういった風にテキストを使っていけば、非常にテキストも効率的に使えます。初めから一からね、ずっと読み進めるってことはやらなくても大丈夫です。例えば詐欺のところで言ったら、詐欺がそもそもどういったものなのかぐらい分かれば全然大丈夫です。例えばここで言うとですね、どのくらいまで読むかというと、この詐欺の部分ですね、人を騙して意思表示をさせることを詐欺と言います。まあ正直これぐらいでもいいかなと思うんですよ。まあ詐欺だったらね、もう詐欺って言ったらもう一般的に使われているから分かるので、まあこれも別に読まなくてもいいかなって思うんですけれども、もうちょっと難しい言葉にしましょうか。例えば意思能力ってところがあるので、ちょっと意思能力についてですね、これなかなかね、どういった意味なのって思われる方も多いと思うので、そういった場合はこれ見ていただいて、意思能力とは自分の行為の結果を予測判断することが、できる能力のことですと。そのものが制限行為能力者であるかどうかに問わず、個別具体的に判断されますと。そして意思能力を欠く者のした契約は無効となります。例えば泥酔をして意思能力を欠いた状態で、マンションの購入をする契約を結んでも、その契約は無効となりますと書いてありますね。まあ、このぐらい読んでいただければ、意思能力って大体こんなものなのかっていうのがイメージできるかなと思います。ちょっとこれ難しく書いてあるので分かりづらいかもしれないけども、簡単に言ったら、自分で契約したらどんなことが起きるかってことが分かるかどうかって話なんですよ。例えばマンション買う契約をしたら、後でマンションの代金数千万円を払わなければいけない、これが発生するんですよ。これが分かりますかって話なんです。で、ここにも書いてある通り、泥酔してもうお酒いっぱい飲んでもう酔いつぶれた状態で契約したとしても、その状態からしたら契約をしてお金の支払いが発生するってもう分からない状況なんですよね。だからそういった行為は無効になりますよっていう話をしてます。もうこれぐらい分かればもう十分なんですよ。法律用語のある程度のイメージさえ分かればもうそれで十分です。詐欺だったら、まあ、人を騙して、契約させることとかね、まあ、そういったイメージでも全然大丈夫です。錯誤って言われたら、それは勘違いをして、契約をしたんだなとか、もうそういったイメージで十分です。だから初めはそういった、法律用語ですよね、法律用語を調べるために使うぐらいで全然構いません。間違ってもこれをずっと読み続けると、読み進めて何回も何回も読んでもあまり意味がありませんので、初めに問題を見て、どんな問われ方をするのか、どんな問題が出題されているかも確認した上でテキストは読んで、で関連ポイントも頭に入れていくってことをぜひ行っていただければと思います。そして弊社ネトスは個別指導を行っております。で、個別指導では今言ったような関連ポイントだけじゃなくて、なんでそのようなルールになっているのかっていう理由付けですね、そういった部分も一緒に勉強できるようにしていますし、また解説に具体例も非常に多く取り入れてます。さらには問題文、難しいですよね。実際本試験に出てくる問題文ってすごく難しいんです。その問題文をどうやって読み解いていくのか、問題文の読み方、また質問内容の確認の仕方、このノウハウもお伝えをしております。このように理解学習がしっかりできていれば、宅建試験1回に合格できますので、もしあなたも次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。